はい、兵庫県知事に対してね、批判的な意見がすごくある。確かにね、兵庫県知事のやってることには問題がある。やったことには問題がある。でもね、やね。でもね、兵庫県で働いてる公務員の人、兵庫県で働いてる公務員の人は、知事が言ったことを、最初はみんな飲んでるわけやんか。兵庫県知事が言ったことで、事実無根やとかなんとかって言ってる時にはね、知らん顔を決め込んで、知らん顔を決め込んで、その県民局長が亡くなってから、亡くなってからやで、急に、やん、これね、言い方悪いけど、急に正義感を振りかざして、兵庫県知事が悪い、兵庫県知事が悪い、これはおかしいで、正直やけど。確かにね、公務員っていう職業やな。公務員っていう職業は偏ってる。偏ってる。で、どの職業を言えへんけど、公務員が偏ってんのは縦割りやからや。上からの言うことは絶対や。言うこと聞けへんかったら先がない。だから、偏った考え方持ってて。で、ある日突然手のひら返して、やめろやめろ言うねん。世の中で、いじめてるやつおるよな。いじめって学校であんねんけど、社会人になってからいじめっていうのもあって、ね、いじめてる側にも言い訳があって、で、いじめられてる人にも問題があるとかって言い方するときあるよな、あれ。どっちの意見も公平に聞かんと、ああでもない、こうでもないって言って、で、結果としては、やめろやめろ言うねん。悪いけどね、県民局長っていう人が、僕が一番危惧してるのは、県民局長っていう人が、自分の命と引き換えにやん。自分の命と引き換えに、世の中が良くなってほしいみたいなこと言ってんねんけど、これからこんなことが普通のスタンダードになるのかと思ったら、ゾッとするよね。で、また今日もなんかみんなでやめろやめろコールやってんねんか。やめろやめろコールやんねんけど、県民局長がなくなるまでは、あんたたちも道路やんけって。違うのみたいな。なんか最後になったら風向きのいい方に向いたりするなんて、あんま好きじゃないよねみたいな。ちょっと今日は嫌味方々言うとこ。